えっと、大丈夫かなのはい、おはようございます。えー、飲食店集客、うん、こっちか、こっちか、こっちか、違うの、これか。はい、えー、飲食店集客万歳。というわけで、えー、今日も、えのもたが、飲食の集客についての話を3分から5分ぐらいの時間を使って、えー、お話をしていきたいというふうに思っています。 ええとですね、いかがでしょうか聞こえてますでしょうか見えてますでしょうかはい、ありがとうございます。もしよかったらコメント入れていただいたり、簡単なコメントでいいのでね、いいねボタンを押してくれたりしたら嬉しいです。というわけで、今、飲食店のインスタグラムを使った集客についての話をずっとしているんですけどもね。 はい。えー、というわけでですね。で、えっ、ー、と、昨日までは、えストーリーの話をずっとしていました。で、ストーリーで、ま、ああの、細かく、こう、えっ、ー、と、一日1投稿。ま、あストーリーの場合はね、一日1投稿以上できたらいいな、なんて思うんですけどもね。えー、そのため、えー、その中でですね、その、えー、その、うんと、ストーリーの、うんと、スタンプとかね、えー、を使って でえー、アンケートアンケートのえー、アンケートのえと、ー、るうこのちょっと待ってくださいねアンケートを取るう でこ,こ,ですね、ここのスタンプのマークを押してもらって、ここのアンケートを選んでもらう。で、アンケートを取るっていうことなんですよ。で、そのアンケートをね、取るっていうことの理由は、その相手に、こう、見てる方にアクションをしてもらうえ、フォロワーの人にアクションをしてもらう、で、その、こちらからの発信に対してアクションをしてもらうことを、 習慣化してもらう、慣れてもらうということですね。基本的にこちら側からやりたいことっていうのはマーケティングなので、そのお店に来てもらいたいっていう、その投稿を見て、実際にそのお店に行くっていうアクションをに起こ,して起こすっていうことをやってもらいたいわけですよね。まあ、意識変革を起こしてもらって、さらに行動変容をしてもらうっていうこと、心理学でいうとね、っていうことになるんですけども、例えばそのお店に来てもらうっていうアクションを起こしてもらう、もっと手前で投稿に対していいねをしてもらうとか、あるいはその、 ストーリーの投稿のアンケートに対して、えー、回答してもらうとかっていう、その画面をタップしてもらうっていうことに慣れてもらう。えー、そうすると、ストーリーで今後、ウ、えーバーとか、えー、その、デマイカンとかでリンクを貼ったものに対してタップをすることに慣れてくれるっていうことにつながるってことですね。で、えー、な話をしました。で、今日話をしたいのは、うーんーと、新しいものがですね、まあえー、ストーリーの話もだいぶ え、してきたので、えー、リールの話をしたいんですけども、えー、っと、リールってご存知ですかね。あのー、えー、インスタで始まった TikTok に近いものなんですよね。で最近またあの、えー、インスタグラムの仕様がちょっと変わったので、 前はここの家のマークを横にスライドをしてたんですけど、今はこの上のに映ったこのプラスのボタン、プラスのボタンを押してもらって、ここをスライドしてもらって、リールっていうのにしてもらう。で、リールを実際にその15秒間そのまま撮ってもいいし、スマホの中に入っている動画をそのまま使ってもどっちでもいいんですけども、保存されているものを使うか、その場で撮るのかっていうことでリールを使います。で、 今、リールを使うメリットっていうのが何かっていうと、えー、何がリールを使う意味があるかっていうとですね、えー、これが、まあ僕のテストアカウントなんですけどもね、えー、これで検索を、まあもし、まあ僕が例えば検索するじゃないですか。例えば、 えー、ラ例えばですよ、ラーメンと検索、ハッシュタグラーメンで検索するとします。で、そうすると、ハッシュタグ検索したときに必ず、このトップっていうものと最近っていうもの、で、最近っていうものっていうのは、投稿が新しいものから順番に並んでるってことですよね。で、こっちのトップっていうのは、 人気順に並んでるっていうことなんですよ。で、ラーメンっていうすごいでかいワードで、えー、今検索、ハッシュタグ検索したんですけども、必ずここのところにトップの一番頭のところにリールの動画が上がるようになってるんですね。で、えっ、ー、と、それが今、えー、チャンスなので、あのー、多分ね、えー、もちろんラーメンでのハッシュタグって検索した時には自分の動リールが上がってくるっていう確率はすごく少なくなってしまうんですけども、今すぐやれば、 多分地域名プラス魚体名、えー、っと、武蔵浦はラーメンとかっていうことのハッシュタグをつけて、リール投稿すると、えー、ハッシュタグ武蔵浦ラーメンで、えー、リールのこのトップのところに必ず、えー、ここに出てくるようになると思います。なんでかというと、今、えー、その飲食店で、 リール使って投稿してる人ってほとんどいないはずなんで、であなたの地域の、ね、駅名とか地域名の中で、リールを使って飲食店のマーケーをやっている人っていうのは多分いないと思うので、そうすると、ハッシュタグ検索をしたときに、トップの一番右側のところに、あなたの投稿が入るっていうことが、今はチャンスだと思います。やってる人が増えれば、どんどんそこに上がりづらくなってくるので、始めるんだったらすぐに始めてほしいっていうことなんですけどね。 そのリールにも、メンションつけられるんで、自分のタグ付け、メンション、自分のアカウントの、お店のアカウントのタグ付けをしていただければ、例えばそこで検索、自分のフォロワーじゃなくても、ハッシュタグ検索した人がトップに上がっているリールの画面をタップしてもらって、一番コメント、キャプションのところにメンションがついていれば、そこから 自分のプロフィールのところに来てもらう確率が上がるっていうことで、今すごくチャンスなので、ぜひやってもらいたいというふうに思います。今日はこの辺で、結構ね、効果性のあることだと思うので、ぜひこの話聞いただけじゃなくて、実践して、もう今すぐにですね、今日あるいは明日投稿するっていうことをやってもらって、ぜひ成果を見てください。 で、もしもね、あの、嬉しいのは、こんなことやったら、こんな成果が出たよとか、実際トップに上がってきたよとかっていうのが、もしあったとしたら、こちら側から上発信していることに対しての何か成果がもし出たとすれば、ぜひ、その実践報告っていうのは、すごく僕も、あの、皆さんが成功するっていうことを心から、心から、本当に、あの、 え、成功してもらいたい、え、達成してもらいたいというふうに思っているので、ぜひ、え、結果報告、成果報告っていうのをコメント欄にでも上げていただければ、えー、本当に嬉しく思いますので、ぜひよろしくお願いいたしますえ。というわけで、今日はこの辺で、飲食店集客万歳。というわけで、えのもったが、え、飲食店の集客の話を、特に最近は、え、インスタグラムの話をしてますけどもね、あの、インスタグラムの集客も多分、えー、どんくらいだろうな、もう20 回ぐらい続けてやってると思うので、明日はちょっと、あの、最初の方からまとめて、振り返りをして、一回まとめに入りたいと思いますまたぜひ見ていただければというふうに思います。それではまた明日お会いしましょう。ありがとうございました。